はい、皆さん、こんにちは。本日は3月の23日の土曜日です。はい、また週末を迎えました。ということで、えー、せっかくのね、週末ですので、ぜひね、楽しまれてください。えー、私はですね、相変わらず YouTube 頑張っております。ということで、えー、365日、ほとんどね、同じような生活を送ら,せ、ね、送らさせてもらっているんですけども、ただね、今回のような動画はね、 作るのでねほんとしくてしょうがないですねみたいなね感じで非常に楽しみながらこの動画は今現在撮らさせてもらっております昨日もね夕方に動画配信させてもらいましたけれども天皇皇后両陛下がね能登の震災の被災地にお越しになったということでまあねあの実際に両陛下とお話しすることができた方々もね本当にね 良、えー、かったなというふうに思いますよね。で、いかにね励まされたかって勇気づけられたかっていったようなことがよーくね、えー、昨日の報道の内容を見ても分かりました。昨日のね、えー、朝からの報道いっぱい出取りましたよね。えー、皆さんもね、えー、数々の報道をご覧になった方がね相当多いのではないかというふうに思います。私もねいろんなものを見させてもらいました。でですね、まあ昨日もいろいろ話をさせてもらったんですけども。 今回もね、この動画に関しましては当然ピンクを着させてもらいまして、で、どうしてもね、このシーンだけは皆さんにお見せしたいなというふうなものをね、今回紹介しようと思います。というのもね、何かというと、昨日はね、まだね、見つけることができませんでしたが、やっと見つけることができましたということで、両陛下がご移動されるときに、マイクロバス、職員の方と一緒にマイクロバスで、 えーまあ、ご移動されておりましたよね、その時きにまあ沿道に、えー、いっぱいの方がお越しになっていたんですけども、まあお,手振りね、お手振りをされて、ですね、えー、その沿道におられる方もね、天皇陛下ありがとうといったようなお言葉をを、ね、かけられておりました、お気持ちよくわかりますよね。で、まあね、ちょっとね、あえてこんなことも言いたくないですけども、例えばね、ある宮家の方がね、えー、先日もなんかね、1、えー、人でポーンと来ておりましたけども、言っておりましたけどね、 あのそういったような人たちが行くとねとてもじゃないけどねまたね別の車のね黒塗りのね、えー、別のねなんていうのハイヤーだとかねそういったようなものに乗るんでしょう。でもね昨日も言いました通りですねご自身でお弁当をもね手弁当をご持参になってそして職員と一緒にマイクロバスでにお乗りになってそしてね やはりね現地の方々に迷惑をかけるわけにはいかないといったお気持ちだと思いますけども、えー、もう強行軍の中でですね実際に日帰りをされたと朝早く羽田空港から出られてね夕方というかもう夜になってましたけどね夜遅く、えー、まあ御所に戻られましたというようなことでね本当に一日ね両陛下に関してはご苦労様でしたというようなことです。 はい、そしてね、えー、これからね、皆さんにまたいろいろなことをね、紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただければなというふうに思います。はい、でですね、えー、まあいろいろ今回もね、この動画に関してもご覧になっていただきますけど、まずはこれですね、えー、昨日、そのヘリコプターで一番最初にね、航空自衛隊のね、輪島分屯基地にお越しになりました。で、今現在、 ご覧になっていただいている左の写お写真はですね、実際にその自衛隊員の方々と、方とですね、具体的に両陛下がお話しされているといったような、まずね、シーンなわけですね。まあ、この時もね、自衛隊員の人もね、相当両陛下を前にということで、緊張されたのではないかというふうに思いますけども、陛下もいつものごとく優しいお言葉でね、大変でしたね、えー、といったようなことでねぎらわれたといったようなね、まずシーンがあったわけです。 はい、でそしてね、右側の、えーまあ、お写真に関しては、え昨日もねえ、皆さんにお見せしましたけども、あのー、実際ね、輪、えー、島市の,その朝市通り、実際ね、昨日、えー、私もこれ、初めて知ったんですけども、え天皇陛下に至っては、この朝市通り、以前ですね、お越しになったことがあるそうですね。なので、えー、右側のね、えー、写真の通りね、深々と、まあ、頭を下げられて、黙祷されていたといったようなことだったわけですね。 まあそううでしょうね以前もお越しになっていてその朝市のね状況とかよくね目に焼き付いていたんじゃないかなというふうに思います。それとね比較して昨日もまあ申し上げた通りですね多くの家屋がまああのね倒壊して実際に火災に遭われたといったようなことでしたのでやっぱり深々とねお辞儀をされて黙祷されていたといったようなことなわけですねはいこれに関してね。 今回この輪島市の坂口市長といわれる方がね具体的にインタビューを受けておりましたでやっぱ復興に向けてね沿道の人々もお越しいただいて本当に良かったと皆さん口を揃えて言われてましたといったようなねことだったらしいですねはいで次のページはいでですねこのシーンに関してはこれもね昨日の私の動画で皆さんにお見せしたんですけども あのこれはねその輪島市の、えー、実際に被災に遭われた方とね避難所で具体的にお話をされているような場面ですね。はいでこれに関しても、えー、この右側の写真もね皆さんには昨日もお見せしましたけども、えー、皇后雅子さまがねお二人暮らしですかといったことを、えー、お声をかけられてですねもう右側のね写真を見てもねいかにですね皇后雅子さまが その大変だったですねといったお気持ちがね現れてますよね。これがねやっぱりね今現在皇后雅子さまがね国民のみんなから慕われるというかね敬愛されるやっぱりねご表情なのかなというようなことを改めて思った次第なんで昨日もねこの写真をお見せしたんですけどもあえてお見せしたような次第です。はいでですねはい次これがですね え今回、実はね一番皆さんにお見せしたかったシーンなんですけれども先ほども言いましたように職員の方と一緒に乗車されてマイクロバスでご移動されていましたという時えまあそういった写真なわけですねでその時に両陛下が沿道の方々にいつものごとくの優しい笑顔でお手振りをされていたといったような一場面ですで。今ねえまあ画像でもご覧になっていただいている通りですね いや本当にね、えー、この、ね、マイクロバスでね、何せ両陛下ですよ、がね、ご移動されてる、まあちょっとね、普通だと考えられないですよね、これ、これおそらく、まあ、私のね、まだね、まだ私の勝手な想像ですけれども、おそらくは、えー、両陛下がそういうふうにするというようなことをおっしゃったんでしょうね、普通に考えれば、さっき黒塗りのハイヤー、ハイヤーみたいなことも言いましたけどね、あの、まあ、現地の方で車を用立てて、 ね、両陛下はそういった特別の車にお乗りになって移動されるということを当然現地の方はお考えになるでしょうからそれをわざわざせずにですね、えー、職員の方と一緒に、えー、この、えーまあ、マイクロバスでね、えー、ご移動されたという点私は思いますけどもね。 まあ、あの天皇陛下か皇后雅子さまどちらかのご親言か,かは分かりませんけどもね、えー、まあ必ずねどちらかがねそういったようなことにしましょうといったことをおっしゃられたというふうに私は思いますけどね、はいまあ、も,もしくはね両陛下揃ってというようなご意見じゃないかなと私は勝手に思っております。ということでちょっともう一回お見せしますねこのシーンはねちょっとなかなかねこういったシーンね見ることできないと思うんですよね。 だってさあのー、両陛下ですよ天皇皇后両陛下がマイクロバスに乗られて移動するってこういったようなシーン皆さんどうでしょうか今までね、えー、例えば天皇陛下皇后雅子さまが公務でね地方にお越しになるといったような時にこういったシーンってあんまり見かけないですよね。それぐらいねちょっと貴重なシーンだっったとと私は思っておりますということで再度ね皆さんにお見せした次第ですね。 はい、ということで、えー、次のページなんですけども、まあ、そういったご,ご移動された中でですね、えー、まあ、またご移動されて、そして、これはですね、えー、実際に、珠、え、洲、ー、市ですね、珠洲市の、えー、どこだっけな、これ、緑が丘中避難所に、避難所になっていた、えー、緑が丘中学校体育館で、えー、避難所をね、見舞われた、えー、両陛下だったわけです。はい、でですね、 えー、これもね、あの左の写真の通り、やっぱりこの被災者と、ね、いろいろお話をされている中ですね、えー、膝を折られて、同じ目線で、えー、実際にお話をされていた、でこれ、実際に、ね、お話をされた方の、えーまあ、インタビューされていてね、どういったようなことをお話しされたかというと、やっぱりね、お体を大切にといったような、まあ、ねお言葉をかけられただとかね、えー、津波の被害も大変でしたねというようなお言葉もいただいたと。で ある、ね、女性の方に至ってはやっぱりね目線を、ね、合わせられるのでこちらの方が、ね、恐縮してしまうといったような感じでしたいや分かりますよねいつもねこういったようなシーンだと、まあ、天皇陛下も皇后雅子さまも必ずね目線を同じ目線にしてお話をされるまあ当たり前といえば当たり前かもしれませんけどねそれだけ真剣にお話をお聞きになっているといったようなことがよく分かるようにね、えー、しっかりと目線を合わせて お話しされている両陛下まあ確かにねこれお話をされているね被災者の方々もですね天皇皇后両陛下にねこれじーっと言うふうじーっと見られる、まあ、見られるというかねじーっと目線を合わせられるとですね確かに恐縮しちゃうかもしれませんねまあでもそれだけね真剣にお話をお伺いされているといったような両陛下だったわけですね。はい、でそうした中ですね右側の写,、えー、写真に関しましては、えー、実際にね えー、これねえ津波の被害に遭った飯田港をえ一番最後かなこれ訪れたんですよね、えー、でやっぱりこのね港を、えー、見ながらですね津波に遭われたその被害を、えー、ご覧になってですねやっぱり私気になるのはね気になるというかちょっとまあ気になるという言葉不損ですけど民間の皇后雅子様の表情がね 雅子様っていつも、あの、何て言うんですかね、ご自身が、えー、そういったような被災の場面とかに、えー、行かれるとですね、自分がその、えー、被災にあったかのごとくの、えー、やっぱりね、悲しみというか、そういったようなことをお感じになられるんでしょうね。それだけお優しい性格な,んだなのだな、というようなことをね、つくづく感じました。はい。そして、えー、実際にはですね、この飯田港を訪れて、 えーまあ、最終的にね、もう夜遅くになっておりましたよね。まあ、強行の日帰りということで、帰路に向かわれた両陛下だった。といったようなね、ことですね。はい、えー、といってのことで、ちょっと変えますね。はい、ということでね、今回ね、えーまあ、昨日もね、動画を上げたんですけど、ちょっと昨日と重なるようなね、お写真なんかもありましたけども、私今回の動画でね、どうしてもね、やっぱりね、このね、マイクロバスでご移動されている両陛下、 これをね、どうしても皆さんに紹介したかったんですね。なかなかね、これさっきも言いました通り見れないようなシーンだと思いましたのでね。いや、遠藤の方々、本当にね、感動してインタビューに答えられているような、ね、方もいました、えー。本当にやっぱり、雅子さ様にね、お美しいなと言っておられるような方もいましたしね、えー、皆さん本当に勇気づけられたのではないかといったようなことを私も確信しております。はい、といったようなことでね、 やっぱりこの話題ねどうしてもね先ほどのシーンでね実を言うとですね今回ねあの手弁当をお持ちになって食事も持参されたって言ったようなこともね、昨日の報道等でされておりましたよね。で私も昨日の動画で話をさせてもらったんですけどもこのね、えー、手弁当をね実際に両陛下がお,、ね、お召し上がりになってるようなシーンがないかなと思って一生懸命探したんだけど。 それは残念ながらちょっと見当たりませんでした。皆さんもしね、えー、どうでしょうかそういったようなものを、ケイちゃん見つけたよっていうようなことがあればね、私のいつものね、あの、もうメールも公開してますけども、連絡メールだとかね、まあコメント欄でも構いませんし、そういったようなことをちょっとお書きになって送っていただければ大変嬉しいなというふうに思いますね。私もね、いっぱい探したんだけど、さすがにね、えー、両陛下がそのお昼ご飯等をですね、お召しになってね、 えー、というかで、ね、え、まあ食べられているようなシーンはちょっと見当たらなかったんだよね。ちょっとそれだけは残念でしたけど、どういったようなね、えー、食事を持参されたのかなって非常に興味があったんですけど、残念ながらそのシーンはありませんでした。ということで、もしね、見つけたっていう方があったら、ぜひね、えー、コメント等で構いませんので送っていただければなというふうに思います。 はい、本当にちょっと2日間にわたってね、2本の動画を上げさせてもらいましたけども、本当にね、感動させてもらいました、ね。本当に天皇皇后両陛下、ご苦労様でした。ありがとうございました。バイバイ。